株式会社スイートベイビーがウェブサイトをリニューアル。顧客とゲームリストを削除。SBI の公式サイト。端的に言うと今まであった情報の多くが削除されています。以前、我らがスクエニが、クライアント一覧から削除されていることを動画にしました。同サイトは以前まで、私たちの使命は、ビデオゲーム業界を多様化し、豊かにすると同時に、よりよく、より共感できるストーリーを伝えることです。私たちは、ゲームをより魅力的により楽しく、より有意義にそしてより包括的なものにすることを目指しています。アウトリーチの項目もあり、新しい才能や阻害された才能は適切なサポートが与えられれば、この業界を変えることができる。私たちは、アウトリーチプログラムを通じてこれを提供したいと考えています。同社が手掛けた様々なプロジェクトもリストアップされており、皆さんも見知ったタイトルがあったのではないでしょうか。さらに、同社はクライアントリストも公開しており、スクエニが削除前のクライアント一覧はこのような感じでした。これらのセクションは全て削除され、置き換えられました。現在、自らを、受賞歴のあるライターとナラティブデザイナーのチームで、ストーリーをより良いものにするお手伝いをします。AAA、インディ、ソロのデベロッパーから30本以上のゲームを出荷してきた私たちは、単なる請負業者ではありません。私たちは、あなたのプロジェクトを次のレベルに引き上げることのできるストーリーテラーです。あなたの企業に不買運動を巻き起こすことができます。だろうが、理由はわかりませんが、サイトをリニューアルし、隠蔽したか逃げる準備か、さらにこの手の情報を扱う、スマッシュ、JT、氏から引用します。I am the crazed CEO of Sweet Baby Inc., the DEI-obsessed censorship mafia who is currently ruining and wokeifying all of the video games that you've ever played. 知っての通り、糖質赤ちゃんの CEO を決む、ベレアです。狂ってる。さらにスマッシュ、JT は動画内で、Sweet Baby Inc. がウェブサイトを大幅にリニューアルして、これまであったパートナーシップやプロジェクトの情報を削除したんだ。何か隠そうとしてるんじゃないか。って噂が広がってる。特定のゲームや開発者との関わりを示す情報も消されて、今はサービス内容のざっくりした説明しか残ってない。批判を避けるために距離を置こうとしてるんじゃないかっていう見方もあるんだよね。スクエニとかは、SBI との関係がバッシングの原因になってから、名前を消してもらったんじゃないかって言われてる。特に、ウォークアート型要請推進のデザインが原因で反発があるみたい。SBI は、自分たちの仕事についてオープンに説明せず、批判をかわしてるだけじゃないかって批判されてる。業界に対する自分たちの貢献を守るために、もっと情報を公開すべきだっていう声があるよ。ウェブサイトのリニューアルやちょっとおかしいデザインのせいで、さらに疑いの目が向けられてる。スイートベイビー、インク、やその協力会社が、自分たちの本当の影響力を隠そうとしてるんじゃないかって言われてるんだ。とのことです。正直、SBI が逃げた。やった。というよりは不気味さが勝ちますね。実際。ゲーマーに知れ渡ってしまって、SBI が関わっているメーカーなんて、嫌われる始末、狂人たちの承認欲求満たすぐらいしか、サイトで一覧出しておく意味はないと思います。DEI、LGBT コンサルの良いところって、アホみたいに分かりやすいことだったんですけどね。ちょっとこそこそ立ち回るようになると、めんどくさいことになりそうです。ゲームを破壊することが目的ですからね。それでは、海外含めたみんなの反応です。スイートベイビーインク。はゲーム業界のために閉鎖された方がいいね。でも、彼らはただの症状でしかなくて、根本的な問題はまだ残ってる。彼らは ESG 資金を受けてるから、結局スタジオ内で新しい仕事を見つけて、実力ある才能が抑えつけられ続けるんじゃないかな。そういう人たちは倫理観やモラルを持ってるからね。業界がこのナンセンスをやめない限り変わらないんだろうけど、そこが変わればやっとゲーム業界も癒され始めるだろうね。SBI はただお前を変えただけ、気をつけておいた方がいいよ。私は女性ゲーマーとして理系の男性キャラが大好き。女性には美しい男の子キャラを楽しむ権利があるし、男性には美人キャラを楽しむ権利があるんだから、そこは尊重されるべきだよね。ブラジルのゲーマーが作った SBI 探知機はすごい。 GoFundMe を立ち上げてほしいくらいだよ。遅すぎたかもだけど、もう何ヶ月も前に彼らのクライアントリストを全部入手してるんだ。しかもそのサイトがアーカイブされてるって聞いたから、もう終わりだね。私が悪意を持っていろんなスタジオを破壊したのは私のせいじゃない。気づかないでよ、あなたたちビッグウッドって感じで、キム・ベレアが自己弁護してるけど、名前を変えては閉鎖して、またリブランドして、この繰り返し、
だからこそみんな追跡しておく必要があるんだ。あなたのビジネスを次のレベルへって、そうだね、破産のレベルにね。 SBI が自分たちの仕事に誇りを持ってますって言いながら、でも私たちのやってることには気づかないでって矛盾してる感じ、本当に面白いよ。本物のジャーナリズムってやっぱり清々しいよね。逃げることはできても隠れることはできないから。彼らの影響でゲームがダメになってるのは明らか。エンタメ業界は彼らのくだらない影響から解放されるべきだよ。 SBI は逆ミダスの手を持ってるみたいなもんで、彼らが関わると何でもダメになっちゃう。もうウォークアナアジェンダを押し付けられるのにはうんざり。それが女性ゲーマーとしての意見だよ。性別とか人種とかには全然問題ないけど、ただ説教臭いのが嫌なだけ。質の高いエンタメに戻ればゲーマーはちゃんと戻ってくると思う。彼女が本当の意図を冗談っぽく隠そうとしても、結局は二枚舌にしか見えないんだよね。今の状況って歴史的な瞬間だと思う。この出来事は将来歴史として語り継がれるんじゃないかな。これはまさにゲーマーゲートにって感じ。現代のゲーム業界って冗談みたいになってるけど、それもスイートベイビーインクのせい？彼らはインターネットアーカイブがハッキングされた後にロックダウンしたらしいけど、もし私が彼らのようにビジネスを潰してたら同じように隠れるだろうね。でも戦いはまだ終わってない。彼女はまた別の会社名で戻ってくるかもしれないけど、今はこの瞬間を楽しもう。でも将来また出てくる可能性はあるから、常に警戒しておかないとね。こういう問題は常に監視しておくべきだと思うよ。よかった、彼らが資金切れで潰れればいいのにね。キム、ベレアが自分を被害者みたいに装ってるのは笑えるけど、本当はただの自己陶酔者だって分かってるから同情なんてしないよ。そういえばスパイダーマン2を買わされたのを思い出して、彼女の皮肉な言い訳が本当なんだって気づいたんだ。俺たち CHUD の勝利だって感じだね。隠れてももはや SBI が関与しているかどうか関係なく、キャラクターの見た目次第で疑われる段階に入ってきたね。これスイートベイビーはバレたから地下に潜っただけで、まだ消えてないのがやばいよ。これからはインディー系がうちは DEI 団体と契約してませんって宣言する時代が来るかもね。 W まだ HP 更新できるってことはまだ余力があるってこと。ここで完全に止めないとダメだ。どれだけ隠れてもゲームニュースやコヒトのクリエイターが気づくから、完全な隠蔽は無理だろうね。やり方が中国っぽいよ。やっと自分たちが憎悪と排斥の対象になってることに気づいたのかな。ゲーム会社も大変だよね。迎合しないと新作の融資や宣伝ができないけど、染まってることがユーザーにバレたらその時点で終わりだからさ。もし自分たちの理屈が本当に正しいと思うなら消さずに堂々としていればいいのに、それすらできないって自分たちで、私たちの理屈はご都合主義ですって認めてるようなものだよ。企業としてそれはさすがに恥ずかしすぎるよね。世界中のゲーマーが共通の敵を見つけて一致団結するなんて、まるで映画レディープレイヤー1みたいで胸熱だね。ポリコレの感染は特徴が出るから隠してもダメだよ。とりあえず PSK のゲームは全般買い控えが基本になるだろうし。そういえば最近日本は建前の国で本音を明かさないっていう海外の論調を聞かなくなったね。今は欧米の方が建前に満ちてて、オリコレが蔓延して映画やゲームでも薄っぺらい平等を表現するようになったからかも。社内プロジェクトをいろいろかき回されて利益にもならず、むしろ売り上げが減るし、コンサル側から宣伝もない。いやマジでなんでそんな高い金払ってまで雇わなきゃならないのか理解できないよ。ここまで悪名が広がったらどれだけ身を隠そうと無理だよ。今までどれだけ暴れ回って嫌われてたか、やっと気づいたのかな。 SBI って表記されるたびに日本の SBI 証券グループが風評被害受けててかわいそう。まさか現代になって粉書みたいな文化戦争を目にするとは思わなかったよ。 UBI やスクエニが盗作しても強気だったり、関ヶ原鉄砲隊が弱腰だったりするのはスイートベイビーが裏で脅迫でもしてたんじゃないかって思うよ。キャラの見た目でコンサルの関与が判定される時代になりそうで笑える。まるで魔女カリコレがアサクリエクスってことかな。ここまで倒産を望まれる会社になるとは、これにはヤスケも苦笑いどころかドン引きだろうね。ポリコレ DI を滅ぼすために自らを犠牲にした感。ヤスケしばらく息を潜めて
また出てくるつもりなのかな。ゲーマーに避けられたから隠蔽に走ったのかな。スポンサーがかなり減ったんだろうね。儲からないって企業にバレたら、そのままにしておくわけないし。今さら隠したところで、少しでも匂いがしたら、デス BI が裏にいるって疑われるだけだよ W。ゲーマーの嗅覚を鍛えてしまったな。UBI と共に潰れろ。次回の朝栗は UBI と SBI がテンプル騎士団でお願いします。次回なんてないか。SBI がゲーム業界に与える影響についての意見は、かなり根深い問題を指摘してるね。彼らの閉鎖を望む声も多いけど、それって本質的には業界全体の病理の一部に過ぎないんだよ。ESG 資金を受けているから、結局、SBI のような存在はまた別の名前で復活してしまう可能性が高い。質のあるクリエイターたちが押さえつけられている現状を見過ごしている限り、業界が本当に癒される日は遠いと思う。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やコメントもよかったらよろしくお願いいたします。